皆さんこんばんは。少し大きな音ですけれども、大変恐縮ではありますが、少し私たちの発言に耳を傾けていただければと思います。どうしてもお時間のない方は、今スタッフがチラシを配っておりますので、ぜひそれを受け取ってお読みください。この宣伝課あるいは周辺に上りが上がっておりますけれども、この団体は秘密保護法違憲公共訴訟原告団という団体です。2013年に秘密保護法という法律が成立しましたけれども、それに反対してこれは違憲だという立場から裁判を起こしているフリージャーナリストの人たちであります。私はジャーナリストではありませんけれども、このフリージャーナリストの皆さんに連帯して今日は応援に駆けつけた、日本体育大学で憲法を教えている清水と申します。もちろん憲法といっても少林寺憲法ではなくて、日本国憲法を教えております。教員免許を取るには憲法が必要ですので、体育大学にも憲法を専門とした専任教員がいるわけであります。少し私は憲法が専門でありますから、憲法の観点から話をしたいと思いますけれども、この前の日曜日 NHK スペシャルで山崎豊子さんを扱った番組が放送されていました。山崎さんの作品の一つに、そして番組でも取り上げられておりましたけれども、運命の人という番組が小説があります。この小説を2012年の1月から3月までTBS が連続ドラマにしました。日曜日の NHK スペシャル、あるいは2012年の TBS のドラマ、これらをご覧になった方も多いかとは思います。少しその内容を紹介いたしますと、この運命の人という小説あるいはドラマというのはどういう内容かといいますと、沖縄、アメリカが握っていた沖縄を日本に返還する前に、本来であればアメリカが負担しなければいけない費用を日本がこっそり肩代わりするという密約を日米間で結んだわけです。この費用というのは当然私たちの税金から出すわけですから、本来であれば国会で議論してその是非を決めなければいけない。しかし当時の佐藤政権が国民には内緒で、国会議員には内緒で、こっそりとそういう密約を結んだ。この密約を毎日新聞の記者である西山武さんが外務省の女性事務官から入手して暴露した。そしてその暴露によって、本来であれば政府がこの情報密約についてきちんと国会や国民に説明しなければいけないはずのものを、誰がこの情報を漏らしたのかという犯人探しを始めて、この情報を渡した女性事務官と、毎日新聞の西山さんが国家公務員法違反で逮捕された事件です。2012年に成立した秘密保護法、これが通ってしまったら、いろんな、すなわち従来の安全保障あるいは外交関係の秘密だけじゃなくて、新たに今回警察情報も加わったわけですけども、そして広範な人がこの秘密保護法によって検挙される可能性がある。この訴訟の原告を得られているフリージャーナリストたちの皆さんが、まさにそういう機関を持ってこの裁判を始めたわけです。そういう意味でその運命の人が描いた出来事、これが今後起こるかもしれない。そういう意味でぜひ皆さんにも関心を持っていただきたいと思います。そうは言っても秘密保護法で捕まるのはジャーナリストだけじゃないかと思われるかもしれませんけども、そうではありません。秘密保護法によって自衛隊員や警察官、さらには防衛産業の民間人の人間もいろんな調査が行われます。
でもし皆さんにお知り合いご家族に自衛隊員や警察官、防衛関係の企業に勤めている方がおられた場合に、そういう人たちから情報を聞いてしまった、あるいは引き出そうとした場合には、この秘密保護法によって皆さんも逮捕される可能性があるかもしれない、まあ、そういう形でこの今回の秘密保護法というのは大変多くの人が捕まってしまうかもしれない、そういう危険な内容があるわけです。でさらにはそもそも今の国民主権国家においては国民には知る権利がある、いろんな情報を知った上で国政に関わる必要がある。でしかし秘密保護法によって防衛、外交、警察関係の情報が一方的に隠されてしまうという問題があります。まあ、さらに問題なのは、ここにご通行中の皆様もこの間の戦争法案に反対して日比谷野音だとか、あるいは国会前に駆けつけた方がおられるかもしれません。私も連日のように国会周辺に行っておりました。で残念ながら、戦争法を通ってしまいましたけども、この秘密保護法と戦争法が結びつくと大変危険なことが起きてしまいます。それは今回の戦争法によって、まあ、いわゆる集団的自衛権行使が可能になったって言い方しますけれども、それは日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合に、それが日本に重要な影響を及ぼす事態であれば、日本の自衛隊が集団的自衛権を行使できるとしました。従来の政権界は個別的自衛権しか行使できない、日本が攻められた時に日本を守るために自衛権を行使できる、その場合の三要件の一つは日本が攻撃された場合というのが要件です。この日本が攻撃された場合っていうのは大変明確で客観的な要件です。誰が見たってどういう事態が日本が攻撃された場合かっていうのは分かると思います。でしかし今回の成立した戦争法の下では、日本どの国が日本と密接な関係にある国なのか、どういう事態が重要影響事態なのか、これは客観的な要件ではありません。誰かが判断をする主観的な要件なわけです。で実際には安倍政権の下で国家安全保障会議が設立されました。ですから実際にはこの元にある国家安全保障局が情報収集をし、日本が集団的自衛権行使できるかどうかを決めてしまうと思います。で事実上はですから国家安全保障会議が決定をし、内閣はそれを追認するだけ。本来であれば国会にこのなぜ集団的自衛権行使をするのかという情報を出して、国会できちんと議論しなければいけないわけですけれども、秘密保護法によってその情報を国会に出さない、国民にも示さないで日本が戦争する可能性があるわけです。でよく戦争は秘密から始まると言われています。で日本が満州で戦争を始めた時も、アメリカがベトナム戦争を始めた時も、実際にはでっち上げ、その事実を国民に覆い隠して戦争をやりました。まあ、最近でも2013年のイラク戦争のイラクの大量破壊兵器保有疑惑も定かではない情報で戦争を始めてしまった。これまでいろんな戦争が、情報を隠したり統制したりでっち上げによって始められてきた。日本もいよいよ秘密保護法が成立したことでそういうことが可能になってしまう。これが戦争法と結びつくと、もうアメリカのように嘘の情報を隠して戦争する国になってしまったわけです。まあ、そういう意味でやはりこの秘密保護法、戦争法セットでこれは危険であるというふうに考えたいと思います。憲法学の観点からすれば、やはり秘密保護法というのは国民の知る権利を制限する、そしていろんな人たちのプライバシー権が脅かされるという意味で違憲立法だと私は思います。戦争法も
憲法9条に反する、そして本来であれば憲法を改正しないとできないことを閣議決定という解釈変更と戦争法という立法改憲でやってしまった、これは明らかに立憲主義に反すると思います。そういう意味で私やはり、この安倍政権によって誕生した成立した戦争法と秘密保護法を一刻も早く廃止しなければいけない、あるいは安倍政権が続く限りそれは難しいでしょうから、こういう形で裁判やあるいはデモや集会式という形で戦争法、秘密保護法おかしいという声を上げ続けて、その発動を食い止めなければいけない。かつても多忙法や同調法のように、悪法でも成立した場合に国民の反対の声が強ければ簡単には発動できない状態を作り出してきました。そういう意味でこのフリージャーナリストの皆さんが今違憲訴訟をやってるっていうのは大変意味があると思いますし、私もこのフリージャーナリストの皆さんに敬意を表して今日は応援演説に駆けつけました。ぜひ皆さん、スタッフの方が配られているチラシを受け取ってお読みください。あるいはこれからもいろんな人たちが発言をします、これに耳を傾けてください。よろしくお願いします。